三津街道プラザは、茨城県上総市三津街道栄町に、かつて存在した大型商業施設。三津街道プラザと表記する資料もある。1973年3月に、共同組合方式の大型店として開業し、茨城県有数の大型店としてにぎわった。閉店後しばらくは、上総市の管理下で映画のロケ地として活用され、跡地は、 霞三津街道栄頂点になった。現在でも、目の前を通る上層指導1-0115号線に、プラザ通りの名前が残っている。1968年9月、開業を前に三津街道プラザ共同組合が、発足する。1973年3月、共同組合型の大型店として、三津街道市立三津街道小学校の跡地に、開業する。 開業当時は、延べ床面積約7000平方メートルに33店舗が営業する茨城県でも有数の大型店であり、密会同士における商業の核となることが期待されていた。当初の核店舗は、京成ストアであったが、1977年までに撤退し、後継店舗として、伊勢神賀増殖の上で進出を表明するも、地元の反対に相とんざした。 そして1979年1月には、ヨークマートが出店を、三津街道商工会に届け出て、同年5月に出店が決定し、三津街道プラザの各店舗となった。各店舗以外のテナントは34から99平方メートル未満の店舗が多く、三津街道プラザを含む宝坂井3ロードの加盟店舗全体の73.8%が、この店舗面積に該当した。 駐車場は平面駐車場と屋上駐車場を備えており、自動車での来店利便性を高めていた。高橋信夫らの研究グループが行ったアンケート調査によると、1990年頃の三街道プラザ周辺地区は、増田霞周辺地区に次ぐ地域住民の購買先となっており、松高隅周辺地区は三街道プラザ周辺地区を施向する住民の増加により、 相対的に地位を低下させたという。一方で、この頃より、上層バイパス沿線や周辺市街地へと勾配、余暇行動が移行しつつあることが、同調査で判明した。三つ同士には1990年に家具店が進出するまで、大型店の進出はなかったが、同年以降二千十三年までに五店舗が相次いで進出し、隣接するつくば市、市、下市、 坂東市、有機郡石毛町には1万平方メートルを超す大型店が開業し、三津街道地域は森谷市やつくば市に証券の中心の座を奪われた。こうした情勢で、三津街道プラザでは、光熱費の3割削減を目標に自家発電装置の設置を行い、顧客向けには従来型のシール式、スタンプカードに変えてポイントカードを導入するといった対策を取った。 なお1990年当時の売り場構成は1階が食料品、2階が医療品で26のテナントが出展していた。また1992年の日本経済新聞の報道によると当時の年賞は約50億円であった。末期の2006年には市議会議員の高杉徹が高齢者の憩いの場や地域包括支援センターを設置して プラザを再生することを提言した。同年、経営不振を理由に三つ街道プラザを運営していた共同組合が解散した。2007年12月2日、専門店街が営業を終了し、行為で営業を続けていた丸屋三津街道店も2008年1月20日に閉店した。三つ街道プラザの閉店後、プラザが面していた宝久市三ロードでは、 テナントビルの空きが目立つようになり、ブラジル人向けの商店の進出などが見られるものの、小建て住宅や集合住宅の方が商業機能よりも多い商店街となっている。プラザは閉鎖後、上層市の管理下に置かれることになった。商業機能は果たさなくなったものの、上層市の推進もあり、映画などのロケーション撮影に多く利用されるようになった。 いかに上層フィルムコミッションが正式に公開している、プラザでのロケーション撮影作品の一覧を示す。ロケ地としての利用は暫定的なもので、上層市議会では、プラザの跡地利用が何度も議論された。長年の懸案であったプラザの跡地は2013年に民間事業者に売却され、建物の解体が決まった。この時、建物に、 石綿が使われているとの噂が市内を駆け巡り、市議会議員が市政活環境課職員と共に関係各所に働きかけ調査を行った結果、実際に石綿が使われていることが判明した。この時点のプラザ跡地の所有者は東京都新宿区の企業であった。プラザ跡地に立つ霞、三津海道栄頂点2014年6月23日に、 スーパーマーケットの霞が大規模小売店ポーリ方に基づく届け出を茨城県庁に行い、霞の出店が正式に決定した。そして2015年3月1日、フードマーケット霞三海道栄町店が開業した。同店は店舗面積1635平方メートル、駐車台数102台で年商14億2000万円を目標に掲げている。 これと前後して三津街道宝町にあった霞、三津街道店が同年2月に閉店した。霞、三津街道店跡地は上層市が所有する市民の広場に隣接し、三津街道公民館の移転候補地になっている。また、三津街道公民館は霞、三津街道栄町店に隣接するため、移転後に同店の駐車場に利用したいという意向を霞が表明している。 2016年の上層市の工事地価は商業地で前年比マイナス5.3%となっているが同店による商店街の活性化が期待されている。ありがとうございます。